北条はじめ時は、鎌倉時代末期の北条氏一門の武将。鎌倉幕府の第十三代執権昭和5年7月9日である。不穏寺はじめ時とも呼ばれる。父は、不穏寺流の北条事件。子に、最後の六原短大北方となった、北条中時がいる。昭安3年6月7日に、六原短大北方として上落する。権限二年十月二十日。 六原短大職を辞職し、鎌倉に戻り表情集に列する。下元3年8月22日、引き付集に列する。延長3年、品の死後に任命された。昭和4年7月11日に、先代の執権であった、北条博史寺が病で、執権職を辞任したため、公認の執権として就任した。七日後の七月十九日に、正五位下相模神に転ずるが、 学生の実験は内官僚の長崎隆介に握られていた。昭和5年になると、徳宗家の北条高時を執権につけるための準備が行われ、この年の7月9日に、徳宗の北条高時に執権職を譲り、11月20日に出家する。以後は一線から離れたようで、中央政界に活動の様子はない。現行元年9月。 五代醐天皇の倒幕計画から、原稿の乱が起こると、北条高時が、機内の反爆勢力討伐に派遣したうってに、加わっている。原稿三年、正教二年五月、鎌倉幕府に反旗を翻した、新田義貞らが、上野で挙兵して、鎌倉に攻め上ってくると、北条貞明や安保、上野、下野、の御家人らと共に化粧坂の守備を務めた。 元時はよく防衛したが、5日間の激戦の末に、極楽、寺坂や小袋坂など、別の攻め口から突破した日田軍が、鎌倉市外に侵入したため、この合戦の2週間前に、大見万場で自害した着死の中時の後を追うように、残り少なくなった部下と共に自害した。去年48。辞世の歌は、待てしばし、死での山辺の、旅の道、道屈越して、 浮きを語らんであり、この歌は先に自陣した中時のことを思って演じたと言われる。日付イコール旧暦。ありがとうございます。